若者はなぜロシア政府が嫌いか、それは危険で嘘つきだからです。ロシア人のナターシャさん、24歳。 YouTuber として活動する中でロシア政府を批判してきました。彼女に会うためサタデーステーションが向かったのはロシアの隣国ジョージア。ソ連崩壊により独立を果たした国です。旧市街と現代の建築物が共存する美しい街並みが広がる中、こちらの壁の上にですね、ロシア人を区別するようなメッセージが書かれています。今ジョージア国内で最高潮に達しているのが反ロシア感情です。首都トビリシを歩くと、ところ構わず書かれたメッセージが目につきます。ナターシャさんは今この国で暮らしています。逮捕される恐怖から去年9月ジョージアに単身逃げ込みましたが、そこで目にしたのが厳しい現実でした。ロシア人は家に帰れ。でも私に帰る家はありません。ロシア人がビザなしで行ける国はジョージア以外ほとんどないんです。矛先が向けられているのは流入し続けるロシア人です。ウクライナ侵攻後、人口わずか370万人のジョージアに140万人以上のロシア人が入ってきました。そこでナターシャさんはある行動を起こしました。ロシア人の友人とスーパーを訪れ、おむつを次々とカートの中へ。さらにこれはジョージア製ね。パスタやシャンプーなど総額1万円ほどを購入。これらはすべて寄付するためのものでした。ここに置いて。わかりました。ここはウクライナ避難民のための支援施設です。ナターシャさんはジョージアに来てからここに何度も物資を持ち込んでいます。避難してきた方たちに会うと、私の国がやったことに対し本当に申し訳ない気持ちになります。情報発信にも力を入れています。自身の YouTube を通じて、ジョージアでウクライナ避難民を支援するロシア人や、ジョージアで反戦デモを行うロシア人たちの活動を紹介。本当に重要なのは、私たちロシア人がロシア政府に反対していることをジョージア社会に示すことだと考えています。しかしそれでもジョージア国民のロシア人に対する警戒心は消えません。善良なロシア人でもジョージアへの移住そのものが問題を引き起こすことを理解すべきです。その原因は15年前に起きたロシアによるジョージアへの軍事侵攻です。国土のおよそ2割が今なおロシアによって占領され続けています。この侵攻を指揮したとされる人物、それは当時首相だったプーチン大統領です。現在のウクライナ侵攻の口実はウクライナにいるロシア系住民の保護。そのためジョージア国内にロシア人が増え続けることに対し、国民のおよそ7割が否定的です。プーチンとロシア政府は多くのロシア人がジョージアにいるという事実を自分たちの利益のために使おうとする可能性が高いと思います。こうした中、
流入に拍車をかけるような動きが。今ロシアからの直行便が到着しました。今年5月からジョージアとロシアを結ぶ直行便が再開。これはプーチン大統領の提案によるものです。ジョージア政府は恐れていると思います。プーチン大統領に従わなければロシアはまたジョージアに戦争を仕掛けてくると思っているんです。なんとか生き残るためにジョージア政府は戦っているようですが、国民はロシア人が移り住んでくることにはとにかく反対です。苦境に耐える若いロシア人男性もいます。ロシア人のザックさん、21歳です。自宅にはウクライナ国旗が掲げられていました。侵攻が始まった当日、モスクワで反戦の声を上げたザックさん。大学を辞めて去年3月、一人ジョージアへ。ロシアで徴兵される際に必要な証明書も焼き捨てました。母は戻ってこいと言いますが、その危険性が分かっていません。ブチャのような戦争犯罪が起きるたびに、母はアメリカがやった、ロシアじゃないというので本当につらかった。しかし生活に余裕はありません。ザックさんはオンライン授業でロシア語を教えるなどしていますが、その収入は月に14万円ほど。収入の半分が家賃に消えます。頭の痛い問題です。ジョージアでは物価が高騰しています。家賃は侵攻前と比べて2倍以上に。しかしこれもロシア人の急増が原因です。母国以外の居場所を求めさまよい続けるロシア人たち。次の行き先のことを考えると不安です。怯えることなく自由な表現ができ、自分の人生を歩むことができる、そんな国に住みたいです。土曜の夜はサタデーステーション、ニュースを丁寧にお伝えします。